2191テラなんですが、冷やしチャートでは下髭の陰線をつけている状態になります。朝ギャップアップスタートした後、高値を2200円のこの手前で失速急落とスタート、特連がついて、さらにそこから反転と V 字のような感じで回復をしてきていて、今1分足見ると揉み合い、ボリンジャーバンドがこう収束してきている状態になります。60円割ってきてから満株あります。これです。これを割ると51円50円をまた割ると一気に下げます。こっちにしましょうか。歩み値が分かるようにしましょう。なのでこの1951円の板と50円の板合わせると今84件あるんですけども、3万7000株ですね、3万7000株の注文が1951円と1950円に買い支える注文入っているんですけども、その80数件これを消化するようであれば、これが約定されるようであればドスンが待ってます。これらがですね、この2万3500株と1万3800株これらが約定されてしまうと、ずる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 1940円台いきますから、これ外されるかどうか、注文が外されなければ一気に売られますから、ドンと売られますから、だから、まあ、結論先に本当はちょっとドンと下げてから言いたいところですけども、先にもう言っちゃいますと、だから買わなくていいと、こういう状態の時ですね、買っちゃいけないとこういうことになります。3650円、51円、13700円、50円、23900円、確かに分厚いと思われるかもしれません。一気に売られる時一気に売られますから、100株100株ですよ、約定されてます。さあ来ました、注文がこれ、何か外して、これです、これです、これなんです、これ、こういうことが起こるんです。まあ何を言いたいのかというと、分厚い支えとなるような壁が一度崩れてしまうとドンあるので、精神的なもう負担大きくなりますから、こういうチャートの時は、ああじゃあ自分も安心して買い向かおうはやめた方がいいですよと、こういうちょっとアドバイス的な内容の動画になります。